今日は圧という字を書いてみましょう。まず1画目、1画目はこの辺りから横画を書きます。この横画は縦の中心に対して1対1になるように書いていきましょう。2画目、2画目は1画目の書き始めと同じ位置から始まって左払いをします。3画目、3画目はこの辺りから横画を書きます。この横画は1画目よりも手前で止まりましょう。4画目、4画目は縦の中心を見ながらこの辺りから縦画を書きます。書き終わりは2画目の払い終わりよりも上で終わりましょう。5画目、5画目は4画目の書き終わりを通る3画目よりも長い横画を書きましょう。ポイントとしては縦の中心をしっかり見ながら書いていきます。まず1画目の横画を縦の中心に対して1対1になるように書いていきます。で、この4画目の縦画も縦の中心を通ります。あと3画目も縦の中心に対して1対1、5画目も縦の中心に対して1対1になるように書いていくといいでしょう。あと上と下の余白がほぼ同じぐらいになるように書いていけるとマスの中にきれいに収まるように書いていくことができます。